はい、それでは、探索をしていこうと思います。で、探索の方針としては、次、ここですね。この地図がで見えている部分で赤くなっているラインを探索していこうかと思います。ここら辺ですね。はい。で、一旦そこで区切ろうかなと。うん、この地図とかも取りに行きたいけどね。そしたらもうまた、切りないことになっちゃうんで。はい。なんで、ここで一旦、このマップの感じで切って探索していこうと思います。でも、もうすでにこれはケイリットですよね。なんで、まあ、やばいね。ケイリットさんにね、ケイリット探索していくという感じで、進めていきます。では、ちょっと気が重いですが、始めていきましょう。で、なんか気になることがあったら、チャプター区切っていきます。ではでは。はい、もう早速なんですけど、ちょっともう、教会あそこですね。はい。なんかもうよくよく見たら、もうおかしなことだらけでした。はい。まあもう黄金樹があるのはいいんですけど、あの奥にめちゃくちゃでかいアレキサンダーさんがいますね。はあ、何がどうなっちゃってんのみたいな感じですね。さあ、まあ、もう探索をしていくしかないですが、ちょっとなんか本当にね、何が起こるかわからないという気持ちで取り組んでいきたいと思います。あれ？いなくなった？いや、ちょっと待って、それはおかしいだろ。え？どういうこと？出てきた。不思議な壺だな、あれ。消えた何の LOD の話かな。まあいいや。はい。という感じで、ね、行こうと思います。青くんも気になるしね。はい。ではでは。はい。今、こちらで、森人の仮面と服をいただきました。これですね。森人。やったー。これは嬉しい。文様の刻まれた黄金の仮面。小黄金樹の森人たちの装備と。彼らは黄金樹との古い契約により死してなお滅びぬ永遠の森人となったと。になったという。そうなんだ。というか、後ろから来てる。ちょっと倒します。見て。毒。厄介だ、危な。ゲイ。あ、毒なくなってきてよかった。はい。で、あと、もう一個ゲットしました。てか、強くはないよね、多分ね。あとこれ、森人の服。はい。これももらいましたね。まあ、どうやったって弱いよね。はい。以上でした。はい。では、ですね、場所的にはこちらになりますね。こちらに、ちょっと。重要っぽいアイテムがあったので、黄金樹のフットですね。てか、あれ何？ちょっと魔法属性の矢を撃ってくるやつがいますね。はい。で、ここ落下したらちょっとめんどくさいんで慎重に行きます。これは何だろうな？武器かな？何系かな？とりあえず取ってきます。はい。で、あっちにボスがいたんですけど、そいつは一旦泳がしてます。ひびつぼか。ひびつぼゲットしました。ありがとうございます。はい。ひびつぼをゲットしました。という感じで。で、あそこが一応ラインなんだよな。だからあそこまでは探索してみましょうかね。ではでは。はい。では、ちょっとダンジョン見つけましたんで、ちょっとご紹介だけしときます。まあ、あそこにね、でっかいアレキサンダーさんがいる中で、小黄金樹のふもとにある
ところに見つけました。これは多分地下墓だよね。はい。という感じで、じゃあちょっとここにマーカーを打っておきます。もしかしたら、あそこの上にいる、これだよね。あいつが紹介してくれるのが、ここな気がする。はい。あの上の像。で、こっち行くと、まずボスがいると。ボスもいて、ダンジョンあってみたいな感じ。忙しいっすね。はい。とりあえずそんな感じで。ではでは。はい。では、ここから、ここ、謎の区切られ方してますよね、これね。なんでこんな区切られ方してるのか。はぁ、とりあえず、ちょっと眺めていきましょう。あー、なんかもう地獄のような風景。あの鳥とか超気持ち悪いし、祝福あるけれどもね。もう全部が地獄。ここは地獄、地獄って感じですね。うん、まあアイテムあるじゃん。はい、じゃあどうしようか。あれ祝福やってみる？試しに。あの、でかい、あ、でかいカラスはもうちょい先なのか。怖いです。じゃあ、とりあえず祝福灯すだけ灯しましょうか。そして、祝福に触れましょう。はい。じゃあ、休みますかね。どこだろう。ケイリット、もう入ってる。はい、休みます。特にメリナが来るわけじゃない。腐敗を望む。露台？霞台？違うな。梅雨台かな？もしかしたら。わかんない。はい。でし、なるほど。はい。で、じゃあ、ついでにこのアイテムとかも取っとくか。大はさ、妖精帳だって。これはもう素材アイテムです。初めて見る。アイテム生成系じゃない、違うか。これだ。妖精帳。ああ、綺麗だね。透き通った羽衣の羽を持つ神秘の蝶。アイテム生成に制作に用いる素材の一つ。稀にしか見ることができない。その蝶は羽化した、直後の姿のまま一生を生きる。何に使えるのか全然わかんないですけどね。はい。じゃあ、この NPC にも、もう出しちゃって。うわ、鳥いっぱいおるな。気持ち悪い。気持ち悪いし、顔、牙がえぐい。じゃあ、ちょっと話しかけてみましょう。ざっていく。そうだな。何もかも赤く腐っていく。はい。サビにも見えるよね。ケイリットの血も、魔術街サリアも、はい。もうすべて終わりなのじゃと。ね、これはまあ終わりの風景だよね。これ何も作物も育たなそうだし、もう。羽毛の地だよ。はい。めっちゃわかる、それ。間違えてるけど。はい。というところで、とりあえず祝福やりましたという感じですかね。では。はい。石像をね、見つけたのでね、ダンジョンを導いてくれる石像。けど、まあ、行く方向はわかります。はい。あそこですよね。ああ、ご存知です。わかります。はい。先ほど見たんで大丈夫です。ありがとうございます。はい。じゃあ、あとついでに、じゃあ、あそこのアイテム取りに行っていきましょうか。この木の根っこ、木のところに飛び移ってっていう感じですよね、これ多分。これは大丈夫なの？落下ね。はい、じゃあ落下します。はい。よくあったな、こういうギミックな。めんどくさいんだよな。でも、ちょっとね、滑らしたら大変なことになるからね。本当に嫌なんだよね。じゃあ、これ、スタブ取れるか。スタブ取って下ろそう。
か。さよなら。登ってこれないでしょ。うわぁ。OK。はい。じゃあ、降り、落ちたので、アイテム取っていきましょう。じゃあ、いただきまーす。あ、ルーンの子だ。結構レアなんじゃない？ 4000 ルーン分だもんね。これはありがとうございます。ルーンの子をいただきました。で？で？で、こっから降りるのを普通にして。この探索も気がめいる。気がめいるし、あの量はどうす、何をどうすりゃいいんだ？シンプルに。あ、いや、全スルーでいい。ああ、ぐちゃぐちゃだ。全部ぐちゃぐちゃだ。なんでこんなことになっているんだ。あ、キランって音がした。あ、あれは。祈祷かな、多分。人のスカラベだ。だけどあのワンコが、邪魔で。あ、やべ、録画しっぱなし。はい、ですね、スカラベを見つけました。多分ここら辺ですね。ここら辺。で、多分黄色だから黄色いスカラベじゃないですか。なんで、一旦、こっち側から近づいてって、慎重にね。で、あっちに追わせよう。ね。あっち行ってよ。やっぱり、うわぁ、気持ち悪い。こわ、あいつ動かなかったのはそういうことだよな、絶対。あんにやろ。腹立つわ。腹立つわ、腹立つわ。腹立つし、キモいわ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。なんかバランスが気持ち悪いんだよ、マジで。舌も黄黒いし、真っ黒だし。なんだこれ。ああ、あのスカラブ消えちゃったよね、やっぱり。ちょっと後でもう一回行こう。いててて。ダメージ少な。お、来た。あー、外した。埋まっちゃったよ。いってー。どういうこと？もう、どういうことなの？もう、やだ、ここ。死にました。はい。これはなんか、いろいろ踏まえた結果、これはほんと、もう、ゴリ押しで行くしかないということが判明しました。折り押しで行きます。全然折り寄せないでしょ。痛い。ちょっと待って、邪魔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 。なんだったらそれどころじゃない。オッケー、終わった。よしよしよし。火を渦巻きゲットしたー。オッケー、逃げろ。一旦逃げろ。一旦逃げろ。一旦逃げろ。もうこれしかない。さよならだ。さよならさよなら。火を渦巻きってすごい名前だな。一旦逃げまーす。一旦逃げまーす。ああ。ああ、大変だ。オッケー。じゃあちょっとここら辺で見えるかな。ゆっくり。もうちょい、もうちょい先行こう。ああ。祈祷かな多分。
はい、じゃあ見ていきましょう。火を渦巻け。これだ。火を渦巻け。火を貫ない。渦巻くように前方を焼き払う。進行13。意外と楽に打てる。火の僧兵たちの祈祷の一つ、その行為とされるもの。火をつなね、渦巻くように前方を焼き払う。試し用で強化され、より遠くまで焼き払う。炎はそれを見つめるものを引きつける。故に火の感謝は、またその信奉者でもある。はい、というところで、はい、なんとか、無事ゲットできました。いやー、大変だったな。これ取るだけでも大変だったな。ではでは。はい、一応、荷物があるので、ちょっとそれだけ取りに行きましょう。ちょっとここら辺の人たちは、うわ、味方？とりあえず取ります。いって、どれかともさせてくれないのか。なんなん？それは取らしてよ。え？やば。ここら辺の殺意が。どうなってんのこれ。やっべえ、超怖えよ、マジで、ほんとに。じゃあちょっとリベンジして取りに行きましょう。とりあえず、蓋だけは開いたんで。というか違うわ、ルーン回収もちゃんとしっかりしつつだから。で、あんまり近づきすぎるとあのワンちゃんにバレる。何大変？ここら辺。ここら辺四角でしょ。ここも四角。じゃあ、あのアイテム改めて取りましょう。売れそうでした。これは熱い。グレートソード。今ちょっと振ることはできないですけど、見ることはできるんで、ちょっと見ましょうか。こんな状況ですけど。グレート。あったー、グレートソード。はい、いいですね。これはもう、ベルセルクガッツのようにできますね。巨大で武骨な鉄塊の剣。凄まじく動く。その重さで敵を薙ぎ払う。およそ人の扱える限界を超えた武器であり、それゆえにそれを、これは人外をもほふり得る。いいね。かっこいい。31。大変だな。はい。という感じで。グレソでした。ちょっと後で振りましょう。それどころじゃない。えぐい、ここ。はい。ですね。こちらに宝箱を発見したので行きたいと思うんですけど、今こんな状況でして、あいつにバレたらもうおしまいなんですけど、とりあえずちょっと宝箱。微妙にまだバレてないんで、いけるんじゃないか。いける。いけない！はい！いけない。どういう感じで戦えばいいのか。よし。まあ、行こう。戦おう。まあ、盾で受けながらの、盾で受けながら行けば行ける。はい。行って。おう、おう、おう。行って、行って。やばい。危な。行って。あーぶね。よし、倒そう、これ、なんとか。当たんないんかい。いって、あー、受けてる、盾で受けてる。もう、ボスじゃないこれ、もはや。もはや、ボス、レベル。もはや、ボスレベルだと思う。足が、あと当たらん。当たらん。はい。こいつ腹立つな。なんか。3回ね。当たんねー。
いつ何を狙えばいいのかよくわからん。もういいや。チクチク縦チクしとくよ。あぶね。よしよし、落ち着いてきた。オッケー、当たった。おお。怖えよ、口が。お尻。飛びながらもあんの、あれ。よし。痛い。オッケー、行って、これ痛い。今盾外しちゃった、なぜか。おお、なんなんだこいつ、マジで戦いづらい、戦いづらい。なんか高いからね、打点がね、頭が。ひるむの、ひるまない。そしてよしよし、頭オッケー、よし来た。あー、なんで、あー、なんで、なんでなの、なんでなの。あー、ガードカウンターとかは効かない。オッケー。お、大丈夫。なんだこれ、なんだよ、その動きは。だ、もうマジで。嫌だ、こいつ。ちょっと、本当に嫌だ、これ。腹立つ。オッケー、倒した。はぁ、なんとか、無事に倒せました。なんか、なんだかなーって感じでしたね。まあいいや、とりあえず倒せたからいいか。とりあえず爆発ボルトという新しい武器も見つけましたし。あとは宝箱開けられるんで、宝箱開けまーす。はい。なんかさ、しかもフェイクしたよね。あ、いやもう全然今のうかつな宝箱の開け方。あ、ルーンの子2個目ゲットしました、ここの土地で。ああ。あ、マジでうかつな高、もうちょっとなんか、だんだんメンタルがやられているのがわかる、このステージ。はい。というところで、無事鳥も倒せつつ、で、鳥もさ、なんかダウン見せかけみたいなことしまして。もうなんか全部古速だし、なんか嫌だ、あれ、あいつ。もうキモいし。はい。という感じで、では、ツインズ探索の続きやっていきます。はい。何かアイテムを見つけました。椅子に座っている老人がいますね。はい、じゃあちょっと撮ってみましょう。あ、もう石の探石4だ。ありがたい。もう探石4が必要な状態ですよ、多分ここら辺は。はい、という感じですかね。いやー、えぐい。で、あの、アレキサンダーを見てたんでしょうね。わけわかんないけど、あれ、どうなってんのって感じだけど。はい、という感じで、ではでは、メモっとこう。はい、ですね、一応メモっとくというか、まあ、ここ、どこここ?あ、もうギリか。ここのラインで OK なんだな、じゃあな。はい。で、まあ、そこに、ね、石碑の光るやつがいるということは、風浪的なやつなのかな、あそこ。はい、とりあえずそういうものを見つけましたというところで、でなんですけど、まあこのね、ほら矢を撃つやつがいたりとかして、もうこれは狙われちゃいますね。なんでもういろいろひっちゃかめっちゃかです。なんで行くときは気をつけましょうというところで、うわ白い犬もいるよ。はい、ではあそこの祝福を灯しに行きましょう。勘弁してほしい、ここら辺は。ワンコ右にいるから気をつけて。マジではちゃめちゃだな、ここは。サンゴなのかな、これ。はい、じゃあ、祝福に触れます。
はい、ロスト・グレイス・ディスカバー。どこどここ。なん、キレムの廃墟っていう場所ですね。ここがキレムの廃墟なのかな？うん。ちょっと、うん、見て、入るだけ入ってみる。まあ、廃墟攻略はまあ、まあ、ちょうど見せるとして。これがキレムの廃墟。ああ、キレムの廃墟入りました。よろしくお願いします。じゃあ、これはまあ、また、後ほどやる感じにしましょうかね。はい。ではでは。もう、急いでアイテム取ります、これ。あー！やばい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 。アイテムどころじゃない。これまずい、これまずい。こんなところで死んだらまずい。まず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 。まず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 。まずまず、ついてきてる。がっつりついてきてる。がっつりついてきてる。がっつりついてきてるよ。もう無地じゃない。だからここも変さ、なんなん。ちょ、トレント使う。トレント使わないとこれはもう無理だ。ちょっとアイテム取ります。アイテム取ります。アイテム。あ、いないいないいない。オッケーオッケーオッケー。ここにあるアイテムは何ですか。はい、太い獣棒で別にどうでもいい。痛い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 。もうさっきのリムグレイブのワンちゃんが優しかったなぁ。そう考えると、いいや、もうこの勢いでトレントでかけていきましょう。はい、もうわけわかんないというか、もう無理なんで。はい、アイテムがあるわけではないということは分かった。あ、お墓か、あそこが。まあライン作りとしたら、わ、まだ来る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 。ガンガン来る。ガンガン来る。ガンガン来る。もう一旦引いてくんないかな、これ。はい。全然引く気配がない。引く気配がないので、ちょっともう、逃げれるだけ逃げてみましょう。嘘だろ、あいつ。お、よくない？まだ来る。オッケー、これで撒いた気がする。もういいでしょう。あ、祝福がある。めちゃめちゃです、ここら辺。はい、では、ですね、ちょっとここのお墓、もう場所がわかんない。あ、そうですね、ここですね。ここのお墓のアイテムを一気に取っていきましょう。もうここ敵だらけになるんで、もう一気に取っていかないと多分、もう収集つかないんで、一気に取っていきます。はい。黄金のルー2と6と、1と。OK！ あっぶね！こいつらの飛びつきが半端じゃないんすよ。俺、量多すぎねえか。おっと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 と。なんで指パッチン？あれ、おかしいよな、この量。うん、もう探索的にはもうそれどころじゃないんで。はい。まあまあまあ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。で、白い狼ももう無理。収集つかないんで。はい。逃げまーす。基本逃げまーす。ではでは。はい。ですね。こちらの上空。なんかもうすごいよくわからないところに。なんか目印あるか。まあ鳥がいたんですけど、とりあえずそこにあるアイテムを取っていきます。何これ、清潔の木の芽っていうね。これはなんか、作成するときのアイテムっぽい。見ていきましょう。
いいのね。違う、これじゃ。どれだ？ん？どれだ？このカテゴリーだったよな、絶対。あ、これか。鮮血を含んだ育つことのなかったわかめ。かつて幼き清潔を与えられ、育てられたわかめが、その原種であるという。おー。何に使うか全然わかんないけど。とりあえずいろいろゲットしました。ではでは。はい、ですね、ダンジョンを見つけました。しかもなんかめちゃくちゃ見にくい場所になんかダンジョンがありましたね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。こちらの、ですね。どうやっていくんだ、あれ。この木の根を張っていけばいいのかな。あそこにダンジョン見つけました。はい。多分場所的にはここかな？じゃあここにマーカーつけとこうかな。はい。あれダンジョンだよね。大丈夫だよ。うん、ダンジョンっぽい。洞窟だ。いや、もうヒントゼロですね。なんか光とかもないし。うん。なんかアイテムがあるわけでもないし。たまたま端っこ来て、こっから眺めたら、ありました。しかもこれはいけるよね。あの、ルートとしても。こっから伝っていけばいいよ。あれ何？あれ何？なんかぶら下がってないか。犬だ！犬が寝てんのか、あれ。はい。なんで、ちょっといけます。うわ、すごい結晶もある。何だ、ここは、本当に。はい、というところで見つけました。はい。で、ダンジョンを見つけたと思ったよ。思ったさなか、やばそうな何かを見つけました。何でしょうかね、あれは。なんかローディング画面に出てきたやつっすね。まあ、今ちょっと戦えるような感じではないんで、一旦スルーという形になりますけど。ここら辺のワンちゃんを倒したのはあれってことですかね。だから、あのワンちゃんとぶつけることもできんじゃないかなって思って。ますよね、はい。で、ここら辺とかはすごい花が育ってますし、この育った花ってなんかあったりするんですかね。だこれ。じゃあ、ちょっと燃やしたりもできんのか。さすがにできない。いやー、なんかカオス。カオスとはこのこと。はい。という感じで一旦探索続きやっていきます。はい、祝福をなんとか見つけました。場所的にはこちらになります。だからまあ祝福つければ出てくるんですけどね。はい、じゃあちょっと触れていきましょう。あれはシャコだ。薄ぶりの壁ね。ああはいはいはい、なるほど。はい、じゃあ壁を見つけつの、はい、じゃあどうしようこれ。なんかいろいろあるんですよね。塩味のやつもあるし、鳥の塩味もあるし、老婆もいるし。はい、じゃあ一個ずつやっていきましょう。はい。では、ここにある鳥の塩味使ってみましょうかね。はい。すごい、いっぱい見える。下も見える。いやー、すごいなー。なんなんだ、ここは。あそこか、あっちがケイリットだよね。あ、ケイリットじゃない、リムグレイブだよね。リムグレイブから来て、で、あそこはまだ探索してない。黄金樹、あそこの小黄樹の近くはやった。うわ、ここ、いつもあんの、これ。やばいね、ほんとにここ。ここ大変すぎるでしょ。ああ、なんかちっちゃい、あんなところに小さい家がある。あそこはまあ、後で行こう。あっち側探索ってなったとき。うん。いやー、えぐ。えぐいけど、意外ともう、ここら辺は探索終わってる。あそこも行った。あ
すごいな。すごいな、本当にここら辺。あんな、あのもう端っこまで行けんでしょ、これ。地獄。あと、ここ下降りたとこ行きなんてもうこれあれでしょ？毒沼でしょ、これ。ケイリット探索きついね。あと奥に通り出があって、あそこも通り出があると。あっちからの探索はしてないから、まあ、テコテコテーってやるとしても、そんなに何があるってわけじゃないな。あそこと、なんかダンジョンありそう。はい。なもんかな。なもんだ。では終了。はい、鳥の塩味でした。ではでは、じゃあちょっとこの怪しげなおばあちゃん、ちょっと足の癖が悪い、目がないね。そしてちょっと待ってください、あなたやばいっすね。結構ビジュアルが、目がくぼんでおられる。そしてもうあのあそこの円卓にいる円ねえ、双子の魔女とちょっと近いような足癖がよろしくない気はするけれど、はい、ちょっとぐるっとこっち見た。はあ、はあ、すごいね。足で、はあ、足で杖を支えてるんですね。はい、で上のあれは鈴だ。じゃあちょっと話しかけてみましょうか。じゃあスカンピンのスカンピンのタキヨンです。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと話。おう、ほうほう、俺の未来を、指を、あなたの指を、やばい、怖い、手相を見せるしか選択肢がない。大丈夫、指食いちぎられない、これ大丈夫かな。穴ありあたや。おうおう、どう、俺の手相はどう、祭りは好きかい、それとも花かい。あれ、フラワーかも。あれかな、ラダーンとあのマレニアが戦った時のビジュアルかな。南には星を動かす大祭、ラダーン祭りかな。東にはまだ硬い花のつぼみさん。ほうほう、俺の指関係あるこれって。あんたは行くのかい、あのおぞましい赤い腐食のただれの中に。イエー、やばい、発狂してしまった。はい、行きます。え、俺は同じ結果なのかな。同じ結果だ。ああ、なるほど。まあラダーンかマレニアかみたいな感じ。そうか、そう考えてきたらケイリットっていうか、ここにある花とかのつぼみとかなんかいっぱいあるから、あのね、シネマティックトレーラーかな、ラダーンとマレニア戦のあの感じからするとマレニアが花でって感じなのかな。なるほど。じゃあ何、この状況はマレニアがしたのか。まあカオスだけどしたのかどうかよくわかんないけど。はい、ということでありがとうございます、見ていただいて。はい、という感じで、じゃあケイリットの、ああここまで来たか、了解でございます。では、じゃあ続き、引き続き探索をしていきましょう。はい、ですね、祝福もあるしキラキラもあるしで、場所はここです。スカラベを発見しました。これはおそらく戦技だと思われます。元気。いただきます。
よし、ありがとうございます。生きた場合命何命だ命奪権かな、これ命奪権をゲットしました。場所はこちらになります。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。戦場で命命奪権、これだ。拳爪に使用できる命奪権、はい、神秘なんだこれ。はい、気を極めた達人の戦機、人にしか効果がない。ゆっくりと気をまとった拳を突き出し、触れたものを混沌させ HP を奪う。どんなだい命奪剣っていう名前がかっこいい。かっこよくはないけど中二感丸出しな感じでいいですね。はい、という感じで、ではでは、じゃあ祝福に触れていきましょう。はい、場所はこちらで、ギリ探索ラインに入っているかなと思われる祝福を見つけたので、これはじゃあちょっと触れていきましょう。祝福に触れる。もうケイリットから帰りたい、リムグレイブに。じゃあ祝福で休みましょう。何でしょうか。ケイリットガイドを来た、それた先な、長いな名前が。はい、とりあえずこちらの祝福を灯しました。ギリアウトかな。うん、けど石碑もあって奥に NPC いるから、そこまでは行きたい気がするんだよな、どうせなら。はい、じゃあちょっとそれもやっちゃいましょう。はい、では場所的にこちら、こちらですね。エイリットガイドの祝福の近くにある石碑読んでいきましょう。これはどうなんだろう、なんだ、何かな。マレニアとラダーンとかのやつについてわかるのかな。じゃあちょっと読んでいきましょう。エオニアの戦い、あ、そうね、あ、はいはいはい、これだよ。エオニアの戦い、ラダーン、マレニアと相打ち、赤い腐食の花が咲き誇る。はいはい、これあれですよね。シネマティックトレーラーで、あれはディジックが作ったやつかな、確かね。はい。やってましたね。ラターンとマレニアがバッチバチの戦いした上で、腕がもげながらも肩の剣、肩をね、使って、ね、剣を差し込むみたいな。で、相打ちなんですよね。勝敗は決まってないみたいな感じですよね。はい。なんで、まあ、そういったところで赤い腐食の花が咲き起こるってね、そうす。なんか、相打ちした時に花が開いて、バーンって開いて、広がった感じだったんで、それがこんなことになったってことなんですかね。ラダーンとマレニアの戦いの戦果っていう感じ、はい、という感じですかね。ではでは、石碑でした。はい、NPC も見つけちゃいましたので、ちょっと踏み込みすぎてる感も否めないです。否めないですが、ちょっと行きましょう、これは。お買い物させてください。はい。Ride this way。あ、これ優しいおじいちゃんですかな。はい。では、じゃあちょっとお話しさせていただきましょう。タキオンと申します。スカンピンです。では、お話し聞かせていただきましょう。Welcome. はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。もちろん、もうお金が使いすぎてしょうがない。あれ、あそこにいたやつと同じ人物か。あの、ケイリット、東にいた。じゃあ購入しましょう。腐敗の固形薬、赤い腐食の蓄積を軽減し、腐敗なんだ、あれ。赤いやつ、スカーレットロットってのは腐敗なんだ。なるほどね。まあまあ、これは、2500、高えな、1個が。ちょっと高くないか、あなた。骨の毒投げ屋。これ。うん、毒石。なんでそれ。毒石の塊、はい、
エオニアの蝶。赤い枯れ葉の花羽を持つ蝶、エオニアの間で見つかれる。古い神話ではこの蝶は腐敗の女神の翼であったという。おやおや、あまりいいものを持ってないですね。ごめんなさい、買うもんないっす。すいません。あ、じゃあ先に、あ、これ演奏してくれるタイプの人か。じゃあ逆に何か売りますよ。これ2個もいらないんで売りますし、まあダブってるやつは基本売りますね。はい。それでダブってなかったんで以上ですね。あ、これとかもいい。はい。これもいいや。はい。こんな感じで。武器は特に大丈夫。あ、クラブがあったわ。まあ、せめてもね、飽きない。はい、クラブ。OK。じゃあ、そんな感じで、ありがとうございます。そして、癒しの演奏してくれんのか。やばい。全予想以上に、なんか、あんまり、お金を使うことが。まあまた来るぜ。その時は品、いい品を揃えといていただけると嬉しいね。ではでは。はい。では、場所的にはここにケイリとシクバートというのをつけましたね。シクバートは大体魔術師がいるという話も聞けますので。そして先ほどこの魔法使いをちょっと倒してみました。シャコ型の魔法使い。どうなんだろうこれ。ちょっと、あいつとも戦ってみるっていうか、いっぱいいる、シャコ。いって、うわぁ、スカーレットロッド。縦受けしている場合じゃない。やばい。うわぁ痛い痛いやばいやばい、なんでこんなことに。痛い、死んだ、嘘だろ。もうすぐ死ぬ、ここらへん。はい、この二人に殺されてしまったので、ちょっとリベンジしたいと思います。いきまーす。戦技攻め、戦技ではめるしかない、もうこれ。オッケー。そんなに消耗する。そしててかもうこいつの動きもやべえ。どういうこと、どういう、全然当たらんわ。回り込みがすごいねこれ。おお、はい、あ、いいや。痛い、やばい、あっぶな。オッケー、ひるむ。オッケー、ジャンプギリ強いな。いて、はい。こいつ魔法使ってこないな、っていうか。うわ、尻尾がキモい。オッケー、ジャンプが強いな、これ。意外と当たんない。オッケー。ちょっとその戦法が分かったからいいか。けど、あの量はちょっと無理だな。はい。ではでは。はい。ですね。場所で言うと、ここ、こちらのやばい湖に、この白い木を見つけたんですが、これは触ったら毒の間だよ。なのでどうしたものかなって感じですが、とりあえずね、ここら辺にダンジョンか廃墟があるということですね。こいつがあるということは。はい、後で触れていきましょう。ではでは。はい、多分ダンジョンっぽいのを見つけました。ですね、あそこですね。しかも鍵、石剣の鍵を使う感じですかね。はい、
で、おそらくなんですけど、あそこの白い木があそこに誘導してくれる流れになるんじゃないかなと思っております。ダンジョンかなあれ。まあ、けどダンジョンだよな、一応な。だからだいたいここら辺ってことですかね。はい。じゃあダンジョンだと思ってやっていきましょうかね。あ、これはダメだ。これはまずい。大丈夫か。まあ大丈夫か。大丈夫だね。大丈夫だよ。いや、大丈夫かというか、上だな。はい。では、ここに、かぼちゃ、じゃない、かぼちゃの兜の人がいるので、ここら辺一体ちょっと探索というか、殲滅してみますか。試しに。何が起こるかわかんないですけど。はい。で、とりあえず、かぼちゃさんを、とりあえずね、おびき出してって感じの、になるよね。こんにちは。よろしく。おうちさんよろしく。やろうぜ。まあまあまあ、そんな大したあれじゃないでしょう。まあ、ほぼ雑魚みたいなもんだからな。はい。なんで？はい。はい。よいしょ。いって。ディレイやば。おう、出た、ヘッドバット。ヘッドバット。うーわ、そんなにダメージか。まあまあまあ、落ち着こう。落ち着けばね、全然倒せ。よし、これで。はい、1。で、よいしょ。2ね。2ね、そう。なんか、縦振りありそうだけど。はい、ない。ドン。ドン。ダーン。うわ、大丈夫、頭。なんか液体出たけど。で、OK。いいよ。大丈夫よ。大丈夫よ。はい。冷静に行こうね。はい。はい。はい。よし。もう一発はしない。一振り立て、 OK。 もう一個あるかない。おっと、危ねえ、早かったに。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うお、痛い。最後だ。 OK。ペガ14。いただきました、心霊石。よし、で、あそこはみんな何をやっているんだろうか。あ、ちょっととりあえず、全員倒したらどうなるか、いろいろ試してみる。そう、一撃かな。一撃だ。はなんかこれ、ここで、いつ、いて、魔法が厄介だな。うわ、これはちょっと厄介だな。一旦ね、一旦下がりつつ、で、魔法遅いから、あ、やべ、いって、 OK。 ね、一人一人着実にやって OK。 さてやろうぜ。 OK。 じゃあ次だ。大秘密で何をやっているんだい。これはなんだ、巨神兵。
手魔法使い。デカ魔法使いがたむろしている。倒したけど、団体さんを倒したけど、特になしかな。特になしっぽいね。なんだこれ。そしたらここの下のこのポッコーンなるのに何か秘密がある。あ、アイテムある。地味にあれ、え、なになに、え、シャキンシャキンってここであるって何。タイミングによってあれは取った方がいいな。気づいたし、今てかアイテム2個あるわ。あ、なるほど、こっから降りてって取った方が楽だからかな、もしかしたら。わかんないけど、あ、ていうかこの沿いに落ちてった方が楽だろこれ。あ、そういうやつかもしんない。はい、じゃあそれで行きましょう。で、上のアイテムあるんで、いろいろアイテム取る。ではでは、はい、じゃあ上のアイテムはそれですかね。で、いけるよね。いけた、さすが。はい、じゃあ場所はここですかね。はい、では取りまーす。よっ、おう、もう石の探石4、ありがてー、はい、という感じですかね。え、さらに上は、まあいいや、さらに上は一旦置いとく。下から行く。これタイミングかな。あ、ていうかもうこっから行けんじゃないか、こういう感じで。はいはい。あ、いや、ミスった。こっちじゃなかった。アップね、まだ戻れる。オッケーオッケー。あの、ここのアイテムはこっから飛び降りた方が楽だよね。じゃあ飛び降りまーす。はい、じゃあ取りまーす。馬だとね、遺跡石でやべえな、おい。いや、けど何かあるってことか、逆に。はいはい。馬はね、効かないのがありがたいですね、この毒の馬。超これは効率的じゃないですか。じゃあ次、吹いたらあのアイテムを取りますかな。はい、じゃあ取り。うそ、危な。大トンボの頭。全然大したアイテムじゃない。どうなってるんだ。おちょくられている。じゃああいつら一体何だったんだって感じ。よし、まあいいや。とりあえずそれらが取れたからいいとしよう。はい。ではでは。はい。では、こんな場所で、ちょっといかつい敵がいたので、こいつと戦っていこうと思います。とりあえず、スタブ入れて、牛、やるか。そうだな。はい。OK。硬い!こいつは硬いな。盾すごいかっこいいね、それね。怒ってっちゃった。どうしよう、これ。めんどくさいね。これが落ちるのもめんどくさいし。よし。じゃあ、行くか。あ、やべ。どんなところで戦おうとしてんの?ちょっとこっち来る。こっち、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 こっち。よし、いいよ。ちょっと平場で戦おう。お、いいね、いいね。いいよ、いいよ。おお、はい、いいね。じゃあこっちも戦技使っていくよ。あ、これはラッシュ来るな。やべえ、ラッシュが。その盾かっこいい。壊れ、ああ、うっそ、やっぱ危ない。結構盾が、うわー、ディレイ、いい、やるね。なんだって、なんかかっこいい戦技。はい、いよいよ打つか。今戦えてるよ。はい、どっすんの。まだやんない。
はい、ラッシュかな。どっしゃい、よっと。はい、俺はここで。はい、よいしょ、ここも行く。よっしゃ、倒した。何かもらえるわけではない。了解です。じゃあついでに宝箱をやっと、宝箱開けときましょう。何がもらえるかな。なんか宝箱がポロポロ落ちてるね、ケイリット。はい、じゃあ開けまーす。なんで？えい、水蘭って、水蘭って、なんだっけ、フクロウの倒した時にもらえるやつだ。はい、という感じでした。あ、じゃあこの、あの祝福、多分祝福じゃない、戦技か、いける戦技かな、わかんないけど、多分ここ通るみたいなって。お、来た来た、あ、来た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 、ここだ。うっそ、外した。あー、厄介だ。もうちょっと早くかな。ちょっとこんな感じ感じ。うん、いいよ。次、場所はこちらですね。はい。惜しいね、今の。惜しい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 。いい線いってる、いい線いってる。 OK、 ここむずいよね、これ意外と。そろそろかな。そろそろだ。いけ、来た、これ赤獅子の炎をゲットしました。戦倍、戦倍だ。へえ、これはちょっと気になる。俺も使えんのかな、赤獅子の。インベントリーで、こちら赤獅子の炎と、ね、こちらですね。はい、あ、使える。不要属性は炎だって。赤獅子の炎、将軍ラダーと共に戦った赤獅子の軍勢の戦、戦、戦、前方広範囲に強い炎を放つ。すべての近接攻撃武器に使用できる。これは熱いな。炎属性をつける上に、これは熱いね。ちょっと使っていきたい。はい、というところで戦バイでした。で、はい、犬を使って戦車ぶっ壊させます。あそこにいる戦車。よし、じゃあちょっと誘導して OK、 いいよ、犬引き継げていこうよ。みんな犬来たよ、みんな犬来たよ、犬が来たよ。お、いいね。入った。置いてて、なんだ？後ろのあの戦車と犬は戦わないのか。なんかもう、地獄だね。地獄絵図。あ、犬やられた。お、え？剣士意外と強いのか。うわ、マジか。お、あ、犬がやられている。強い。え、ちょっと待って、ちょっと、これは、戦車、これ、後ろとか狙えばいいんじゃない？これ、どうなの？え、てて、うおー、加速した。なんだこいつ、あー、気持ち悪い。
オッケー、スタブ入った。オッケー、もう一回スタブいける。オッケー、やったー、倒せた。こうやって倒すの合ってる、これ。もう一発。オッケー、1605、結構なルームもらえるね、これ。熱い。で、アイテムは火の花、初めてゲットしましたね。素材アイテムです。ちょっと見てみましょうか。火の花、ここら辺だ。半ば灰となったくすぶりの花、巨人たちの山稜に咲く。山稜の頂にある滅びの火の株、その火の子に育つ花って。ありがとうございます。どうしよう、ここ。今結構倒せたよ。いっそのこと、ここをもう、ある程度探索してっちゃうっていうのも、ありよりのありだよね。ちょっと待ってくださいね。はい。では、続きやっていこう。じゃあちょっとどうしよっかな。どうしよっかな。祝福もやるか。一旦ちょっと。はい、祝福点火しましょう。点火だけね、点火だけ。また戦車復活しちゃうから。はい。で、場所的にはゲール通りでの北っていうところの祝福をゲットしました。はい、開きました。あ、まだいいんじゃん、犬。あと言ってもうだよね。てか、なんでここさ、使えない理由がない、わかんない。どうしようかな。あ、こいつ、あ、なるほど、オーガン。オッケー。いて、やるね。よし、初戦車も倒したし、結構一網打尽にできたから、このまま攻めてみるか。ね、試しに。よしよし、いいぞ。ここら辺を探索がてら全部。行って。よし。うまいな。そしてヘッドショットかましてるから。あの距離。あ、早かった。オッケー。よっしゃ。赤獅子のサーコートだって。これはちょっと良さげだ。あ、結構いるな、しかし。結構いるな。うわお。犬たちを倒すの、慣れたもんな。なんで、うわ、これか、この謎の何なんだっけ。よし、もう炎大好きだね。あ、いてててい て, てやべえ、また降ってくる。よくわかんねえやつが。とりあえずいつも打尽にする、ここら辺。まだいる？わあ、ちょっと待った、やっぱ熱っ。もうちょっとなんだよ、みんな。あとちょっとなのに。かなり。オッケーオッケー、いいよいいよ。こっちだよ。あ、勝手に死んだ。やった。勝手に燃え死んだ。オッケー。
わざわざここはがっつり戦わなく、あいつか。雨のように降ってくるやつ。え？嘘だろう。あそこに食らうんだ。えげつな。うわ、せっかくいっぱい倒したのにな。まあしょうがないか。ではでは。はい。では、ちょっとわけわかんない場所に来てしまったんですけど、この城の砦の裏手ですね。で、アイテムが2個ありまして、こいつの裏に1個と、裏に1個があるんですよ。てか、これどういう状態なんだろう、これ。これどういう状態なんだろうって。これ壊れるよね。わあ、壊れたー。取ります。これ取ります。で、これ取ります。火を力をというやつをゲットしました。ヒットかなんか復活しております。逃げます。どうなってんのこれ。爆発すんのこれ。うわ。何が起こってんの基本。今何が起こってんの。しかも同士打ちしてるよ。はちゃめちゃすぎませんこと。わあ、逃げて。どうなってるんですか。惜しい、当たらなかった。火を力をね、オッケー、後で。おおお、何を倒してんだろうこれ。爆発しろ。爆発するんじゃないか。いや結構こっちに来て爆発する。うわー、どまーがー、渋滞してるよね、これ。いやー、怖これ。けど怖いわ。いろいろ怖い。落ちるんじゃねえかこれ。届く。なんかビジュアル的にはキモいんだけど、そんなに大したあれじゃない。まあいいや、とりあえずアイテム取れたからいい。じゃあ取れたアイテム見ていきましょう。ここまで来ないもん。はい、ですね、祈祷かな。火を力をってなってた。今ちょっと慌てたからよく見えないけど、火を力をこれだ。火を力を、火の僧兵たちの祈祷の一つ、その行為とされるもの。自らのうちに火を起こし、力となし物理および炎属性の攻撃力を高める。この祈祷は実者自身はを焼くことはなく、故に感謝たちの禁術である。飛炎茶か。あー、なるほど、こっちの方があれだね、進行必要なんだね。まあ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 、とりあえずね、無事なんとかなりましたということで。こいつちょっと倒しておきたいかも、否めない。はい、ですね、キラキラ音が何かなと思ってみたらありました、こんな上に。ちょっとじゃあ、多分これ祈祷系。逃がすか、おら、よっしゃ。
モイロの胆石だ。そんなパターンもあるんだね。ありがとうございます。モイロの胆石4のスカラベをゲットしました。ではでは。はい。では、お墓を、ケイリットのこちらにあるお墓を、スライムだらけのお墓をちょっと探索して、回収していこうと思います。はい。ルームありがとうございます。助かります。はい、というところでね、はい、終了。スライムくんたちには付き合ってられません。だんだんスルーするということをね、学ばせていただいてますね。はい。では。はい、なんとか探索が終わりまし、終わり申した。はい、ということで、もう地獄ですね。もうここら辺に関しては本当にしんどい。なんかでっかい毒沼みたいな感じ敵もでかいし、ビジュアルキモいし、鳥とか犬とかもやばいし、もうめっちゃかめっちゃかですね。戦車とかいたりとか、新しい敵がわんさといるけど、まあね、それはそれで面白いですよね、やっぱり。はい、じゃあこれもちょっとなくそう。はい、で探索した結果一応俺が認識しているものとしたら、あ、そっか、ここにもあったな。あの黄金樹のボス化身が一人、ここにダンジョンが一個で、あと廃墟が一個と廃墟が二個と、はい、そうですね。で、あ、そう、ここにもダンジョンがこっそりありましたね。木を伝っていくところのダンジョンと、あと、ここの谷底にちょうどなんか建物はありましたね。けど、まだ行くんじゃないんじゃないかなとは思ってます。はい。で、あと、ここになんか白い光る枝があって、多分ここに導くためのやつなんじゃないかなと思ってますね。ここになんかまた、石剣使って開ける扉があったんで。はい。で、ケイリット宿場跡というところで、で、あとはもうここですね。最終地点としたらもう、間違えた。最終地点というか、ここが、モーンじゃない、ゲールの砦かな、多分。はい。なんで、ここもダイヤつけた。はい。だからもう結構やること多いっすよね、ここら辺。ここら辺とかもしっちゃかめっちゃかだったし、はい。で、ここの裏手なんて戦車2個並んでたし、もうなんか地獄、どこも嫌でしたね。はい。こんな感じで、とりあえずは一旦、こちら側の探索は終了というところで、ちょっとシンクったというか、のそれぞれの小さいダンジョンとか廃墟とかをやっていく流れになっていくかなと思います。まあ何にせよ、もうね、ケイリットに関してはね、もう BGM が嫌だ。うん、BGM がそもそも気持ちが悪いというか、不協和音というかね。うん。もうなんか不安にさせるような感じですね。はい。な感じで。うん、けどまあ全体、マッピングはできたかな。マッピングは大体できて、マッピングできたよね。なんかここら辺とかちゃんと見たかなっていうのが若干あるな。あそこ登ってないもんな。あそこは登った方がいいか。ね。うん。じゃあちょっと終わる前に登ってからって感じにしようかな。はい。という感じで、はい。もう地獄のエリアでした。まあ、まだこの先がさらなる地獄だろうけれども、というところで、探索終了。お疲れ様でした。